チェストプロテクターは様々なスポーツ種目において選手や審判員が身につける胸当て状の防具である。チェストプロテクターを装着した星野球、ソフトボールの星は守備時にキャッチャーマスクレガース、星用ヘルメットと共にチェストプロテクターを身につけ、ボールの直撃などの衝撃から体を守る。プロテクターは肩から胸、腹を覆うもので、素材は合成皮革や ナイロンなどである。ユニフォームの上から着用する。左肩の部分にさらに丸型のパッドがついたものもある。公式野球用、軟式野球用、ソフトボール用など様々ある。インサイドプロテクター、マスクを装備した審判員野球の審判員が使う。チェストプロテクターには大きな長方形の板状のものを肩から吊るし、体の正面にぶら下げるアウトサイドプロテクターと服の 中に着込むインサイドプロテクターの2種類がある。現在、メジャーリーグベースボールや日本プロ野球、ソフトボールでインサイドプロテクターの使用が義務付けられており、日本のアマチュア野球では公式野球、軟式野球ともどちらを使うかは、個人の裁量や連盟、協会の方針に任されているが、1999年から審判のフォーメーションが変わったこともあり、9割近くの 審判がインサイドプロテクターを着用して、球審を務めている。インサイドプロテクターは、審判服の中に装着して使用する。アウトサイドプロテクターのように、背中などに背負う必要がなく、試合中も身軽に動くことができるのが利点である。しかし、防御範囲が上半身と腕部分の一部に限定されるなど、防御範囲が狭く怪我をする可能性が高くなる。 実際の事例では腕を骨折したり、下半身を大怪我し、一年を棒に振った審判員もいる。さらに、審判員個々の体型に合うプロテクターを使用する必要があり、大量の汗をかくため原則使い回しができない。そのため個人で購入する必要がある。MLB では1979年から使用が義務付けられた。NPB においては、 セントラルリーグは1980年代後半から徐々に使用者が増え、パシフィックリーグは概ね1986年のストライクゾーン変更時に一斉に使用するようになり、両リーグとも1994年から使用が義務化。高校野球では1999年の第71回選抜高等学校野球大会から使用が始まった。 日本プロ野球インサイドプロテクター第1号は、セリーグにおいては、国友昭一、パリーグでは、ロ、先本渡である。その他、セリーグでは、久保田治、鈴木通、平光義、大里春信、三浦慎一郎、大田正を、パリーグでは、中村博道、村田光一などが、比較的早い時期から採用した。 アウトサイドプロテクターを装着した審判員アウトサイドプロテクターはプロテクター自体が大きいため防御面積が広い。また、ベルトの長さを調節するだけでいいので複数人での使い回しもできる。しかし、試合中使用しない時は背中に背負っておかなくてはならず、強風だと風に煽られ、背負いにくいこと、場合によってはベルトが抜けてプロテクターが飛んでいく可能性があること、 プロテクターの性質上、両手での判定ができないこと、本類上でのタックプレイを判定する際には、動作が増えて煩雑になるという欠点もある。ただ、基本的には、アウトサイドプロテクターを装着している、審判員は、片手で判定をすることが原則として認められている。餌ホーム式と空気式とがある。インサイドプロテクターの普及に伴い、アウトサイドプロテクターは、 日本プロ野球では、セリーグは1994年、パリーグは1995年、高校野球では1998年第80回全国高等学校野球選手権大会を最後に使われなくなった日本プロ野球における最後の使用者は、セリーグでは福井博パリーグでは林忠義である。その他、セリーグでは谷村智和や柏木敏夫そして佐藤聖二。 竹本勝夫がパリーグでは最多多だとし牧野真が審判員引退までアウトサイドプロテクター仕様にこだわった。前室の福井博士はインサイドプロテクターだと打者の打席によって立ち位置を変えねばならず一貫性のあるジャッジができなくなる恐れがあること及びアウトサイドプロテクター仕様時より保守寄りに構えるためジャッジする際の視野が狭くなることが アウトサイドプロテクターにこだわった理由である、と語っている。ヘルメット、プロテクターを装備した、オートバイ選手ロードレースやモトクロス、スノーモービルなどのオートバイ競技や ATV 競技、レーシングカート競技では、ライダーやドライバーの安全を確保するために、レーシングスーツの下にチェストプロテクターを装備する。街の利用などにおいてはメーカーによっては、チェストガード、ボディープロテクターとも呼ばれている。 水上オートバイ競技においてもライダーの安全確保のためウェットスーツの下に着用する。フェンシング用チェストプロテクターフェンシングでは剣の打突による怪我を防ぐためジャケットの下にチェストプロテクターを装備する。テコンドーなどの打撃計画闘技の一部では強腹部への衝撃を軽減させるために道器の上または中に装備する。ありがとうございます。